This video is the listening exercise section from a Japanese learning blog. 生徒さんに脱帽。藤縄都。今回私が紹介するのはとても身近な話です。JOI で担当しているビジネスクラスについてご紹介します。クラスではメールの勉強をしたり、 ビジネス会話を練習したりしていますある日取り上げたテーマは「説明する」でしたそこでの生徒さんたちは私より一枚上手でした自分が説明したことを他の人が理解しているかどうかを考えるときみんなが知っていて想像しやすいものである必要があります いろいろな国いろいろな職業の方がいる中で私が思いついたアイデアはマスク嫌いのトランプ大統領が思わずつけたくなるマスクについて自由に考えて発表することでしたマスクならみんな知っているものですし商品の良さを説明する練習にもなります みんなにも楽しんでもらえるテーマだと思いましたしかし実際楽しませてもらったのは私の方でしたどのプレゼンも参加された生徒さんたちの個性にあふれたものでしたどこでもつけていけるアメリカのシンボルである白桃和紙がプリントされていて民主党の人たちが つけないマスクとかつけていると男らしく見えるマスクなど工夫をして説明してくれました中でも印象的だったのがアロママスクで権力の匂いとお金の匂いがするというものでした母国語と違う言葉を話すだけでも大変なのに想像力を働かせて 日本語で表現する生徒さんたちに本当に脱帽です。